じゃあまずね、バトルビーズパック。うわー、持ってるじゃん。ゲノテクト V2 機にしますね。ニュー VMAX 進化します。フュージョンシステム1回目、はい、2機目のゲノテクトフュージョンシステムで3枚引きます。じゃあ3回目のフュージョンシステム手札2枚なので4枚引きます、はい、めっちゃ順調ですね。これだいぶでかいよ、ね、はい、3枚取れ。あ、一気に不利まであるな。これこれがニュー VMAX 対策です。やっぱり嬉しいです。ライチメカーです。ナップルです。はい、今回はバトルリージョンの新カードを使ってこちらのマットパーティーデッキをですね改造していきましたので、早速対戦をしていこうと思います。おお、どんなカードが入ってるか楽しみですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先行もらいます。ここでではバトルを始めていきましょう。バトルスタート。はい、お願いします。ミューズイにコルビー。じゃあ1枚引きます。じゃあまずね、バトルパスして。うわー、持ってるじゃんこの男性。この男性ね、うん、ゲノセクト V2 引きにしますね。で、まだ山下を使います。フェイクボールでパワータブレットを取らせてします。はい、うん、ミューズイ手段からいきます。はい、うん、じゃあ手札に加えたミュウグイをベンチに出します。うん、ダブルターボエネルギーミュウグイにつけます。で、トレーニングコートも出しちゃいます。うん、これで、フュージョンシステム1回目使います。2枚引きます。踊り鳥ベンチに出します。上だなそれで、2匹目のフュージョンシステムで今3枚なので2枚引きます。じゃあこれで番終わります。マジでだな。はい、1枚します。いい感じ、めっちゃ持ってるよ。持ってるね。ヤマちゃん、うん、出します。ゾロは出します。おー、ゾロは、レベルボールを使います。いや、迷うな、踊り鳥か。情熱の雫でね、結構ダメ感を乗せながら倒していくことすらあり得る。うん、めっちゃ嫌じゃんそれ。山ちゃん、山ちゃん加えて出します。ですね、さらにここでツインエネルギーをコルビーにつけまして、うん、電木。お、新カード。はい、1枚を残して残りを捨て取らします。4枚引きます。これマットパーティーいっぱい持ってる時に使うとね、結構強そうですね。そうですね、相性いいね。はい、でホルビーを出します。これちょっと振る技でしたね。これ今終わります。はい、じゃあ1回引きます。はい、じゃあゲノセクト V ベンチに出します。はい、でミュウ VMAX 変化しますね。カミツレのきらめきを使用します。はい、ミュウ V とオブレドリでそれぞれつけます、うん、で、まだ使います。はい、霧の水晶を使います。はい、で、持ってきません、うん、で、フュージョンエネルギーをミュウ V につけちゃいます。これで、フュージョンシステム1回目、はい、1枚なので5枚引きます。ハイパーボールでカミツレのきらめきとこだわりベルトを取らせします。で、持っていきません、うん、2匹目のゲノセクト V2 システムで3枚引きます。そうですね、いいカード持てているので出します。西山墓地。なるほど、これで余裕があるぞ。まあ、超タイプ以外の手本がね、手札からエネルギーつけたら誰か2個乗っちゃうということで、結構やだそれ。ホルビーにね、後で誰か2個乗せとこうかなという作戦ですね。マジでやだそれ。で、ハイパーボール使います。カミツレのきらめきとポケモン入れ替えてほしいです、うん、ここも持ってこずで、はい、じゃあ3回目のフュージョンシステム手札2枚なので4枚いきます。めっちゃ順調ですね。はい、で、クイックボールでバトルビーパスを出して、うん、ネオラント V 手札に変えます、うん、では、ミュウ V 逃げます。はい、ミュウ V マックスをバトル場に出します、うん、じゃあこれでミュウ V マックスのクロスフュージョンを使います。ベンチの踊り鳥の情熱の雫を使って、まずダメカン3個をヤマチャに、そしてダメカン2個をエネルギーがついてないホルビーに乗せておきたいと思います。本当にこれはきついです。で、ヤマちゃんは気絶するので。本当にやばいこれは。ヤマね、踊り鳥。マジやだ。一枚引きます。おーし、ゾロワーク進化します。さらにポトレス進化します。でこれ T ブレック使います。特性。二枚引きます。ゾロワークがポトレスになるの？そう、そう思ったんですけれど、いいの引きました。博士の研究で。ボスの司令とガルブリコールとグライナブラッシュ。グライナね、はい、なるほど。グライナも新カードだよね。そうです。160ダメージ出るんだっけ。しかもアクタイプ。ただただ踊り鳥がいるので倒せないんですよね。確かにちょっと足りないねと思ったんですが、
特殊原液使います。はい、フラッシュから一人化ポケモンと、はい、入れ替えます。グライナー、はい、特殊ハッセルバークにより相手のポケモンビバックスがいる場合、このポケモンが技を使うエネルギーは無色エネルギー3つ分少なくなりますと。うん、強っ。 2Vマックスの弱点がつける。はい、さらにこだわりビルドもしました。あるか、強っ。これで踊り鳥を突破できますと。めっちゃ、うん、いいね。やりましたです。これは奇襲だわ。うん、ちなみに出しておきます。エネルギーは引けなかったんですが、エネルギーがなくてもいいってことなのでね、これはラッキーです。いきます。ではここはワイルドダックル190、弱点380から、はい、熱血ですね、360ということで、はい、耐えなかったね。倒しますね。いや、はい、自分の50です。これだいぶでかいよ、ね、はい、3枚取れ。一気に振りまであるな、これ。これがニュー V マックス対策です。なるほどね。じゃあニュー V を出します。じゃあ1枚引きます。はい、霧の水晶を使います。はい、尊重エネルギーを手段に加えます。ニュー V 出しちゃってエネルギーをつけます。で、ボスの指令を使います。ボスの指令か。チラーニーを呼び出しましょうかね。まあ自分がね、まだポケモン V マックスを用意しなければ、グライナはしばらく技が使えないと思う。なるほど、なるほど。このミュウ V のサイコジャンプを活かして戦っていこうと思います。じゃあギアセット V の90のセットで2枚いきます。はい。じゃあミュウ V のサイコジャンプ使います。70ダメージで、望まず山札には戻りません。消えします。まだね、トラシでマットパーティー少ないから、ミュウ V 耐えるんじゃないかな。1枚サイド取ります。じゃあホルミーでいきます。一枚引きます。ここはもう突っ切っていこうかなと思う所存です。はい。進化の子を使います。進化の子で持ってくるのは、グラルバリコール、まだ使います。さらに、進化の子を使います。ポットで救われてきます。はい。で、まだ使います。ハイパーボールを使いまして、サクラビスとデレンネ、取らします。電撃キャンセラー、サクラビスね。はい、これはクイックシューターを対策しているカードですね。ゾロワークで用意できるわけだね。うん、デレンネ超えていきます。はい、ここで電極、うん、来た。1枚落として、あ、すごい、すごいトラッシュするじゃん。はい、5枚増えた。5枚増えましたね。これでトラッシュに9枚。やばいよ。マットパーティーが踊り鳥込みとはいえね、10枚になっちゃうと倒されちゃうから、うん、はい、4枚いきます。あとはこれでティーブレイクの特性が使えるので、いった。ティーブレイクでホルビートラッシュ、はい、すごい、いきました。いや、まだね、ダブルターボエネルギーかもしれないから、そしたら耐えるんじゃない。持ってます。エネルギー持ってますと。強いね。いうことで、さらにゾラを引きました。うん、はい、これでマッドパーティーを使います。はい、トラッシュに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚。なるほど、200ダメージ引く20で180ダメージ消します。いやー、倒されないと思ったけどな。すごい。これでポニータさん残りサイド1枚。はい、やりました。はい、気絶です。すごい、すごいね。これはまずいよ。うん、めっちゃミュウ V マックスいい感じだったのに。ミュウ V ドルバン出します。うん、じゃあ1枚引きます。はい、いや、これは結構きついよ。きつそう。ミュウ V マックスでバトル場を倒しても、グライナーが控えてるし、うん、かといって、ミュウ V マックスにならないと、HP 的に次のマットパーティーは耐えないんだよ。うん、だから、ボスの指令はちょっと頑張って使って、グライナーをミュウ V マックスで倒す。なるほどね。それが目標になりますね。じゃあ、まず、穴抜けの紐使います。はい。これでいけ。はい。で、穴抜けの紐もう一回。なるほど。ホルビーで。ホルビー。はい。じゃあ僕は、まあ一旦ゲノセクト V を出すんですけど、ポケモンイール。めっちゃ入れ替えるね。手札を減らしまくってる感じだな、これは。はい。AV をバトル場に出してます。で、ボス指令は結構前に持ってきてた、ネオラント V を出して、はい、それでミナスサインを使うことで、まあ、持ってくるんですよ。ボスの指令。はい。で、ボスの指令を使います。グライナ。うん。で、ダブルターボエネルギーをミュウ V につけます。はい。で、ここからフュージョンシステムで引いていくんですけど、まあ、ミュウ V マックスが必要になりますね。なるほどね。はい。じゃあ、1回目のフュージョンシステム。今、フュージョンのポケモン合計で5匹なので、2枚引きます。はい。はい。いいね。ハイパーボール。おー、進化できると。手札に溜まってたバトルリーフパスを消耗できるので。これは強いね。ドラッシュして。嬉しいね、これ。気持ちいい、ね。これは嬉しいよ。うん、ミュウ V マックス、いきます。で、進化させます。はい。で、2回目のフュージョンシステム。また5枚になるように3枚引きます。霧の水晶を使います。はい。
持ってきません。で、まだ使います。ハイパーボールでパワータブレットとミューブイマックスを出しします。で、これも持ってきません。じゃあ3回目のフュージョンですね。終わりになるように4も引きます。ではこれでミューブイマックスの技クロスフュージョンを使います。ベンチのテクノバスターを使うので、まあ、ダブルターボエネルギー込みで190ダメージですね。これ普通に切りします。はい、はい、1枚。いや、追いつけるかな、これ。一旦は耐えてくれると信じている。コルビー行きましょう。1枚引きます。ほい。ここはですね、特製ディープレイクで、ディレイズをします。2枚。オッケー。ハイパーボール。クイックボールとデデンネをトラッシュ。持ってくるのは、ゾロワーク。ゾロワーク。嫌な予感が。ストップお願いします。ストップ。はい。大丈夫。俺には踊り鳥が言う。ゾロワークにしようか。特製幻影変化。来るんだろうぐらいな。トラッシュし、ぐらいな。まだ、まだ大丈夫。踊り鳥がいる。これはリベルト。はい。逃がします。というわけで、パスルバークの効果で、ロイダックルが使えます。190×2、380マイナス20で、360メージを出します。いやー。強い倒されました。やりました。というわけで、これで一瞬の勝利です。素晴らしかった。いや、強いね。はい、今回ですね、ゾロワーク型を使っておりまして、特製幻変幻ってね、いろんな一進化ポケモンになり変われるというところで、流行デッキに合わせてニューVマックスデッキだったらグライナーをね使っていったり、あとはね特製クイックシューターのインテリアの対策として、連撃キャンセラーのサクラビスをね出したりとね、いろんなことができます。非常に強いかなと思ってます。うん、まあ、結構中盤思わぬ形でミューブイマックスが突破されちゃって、うん、サイド3枚一気に持ってかれちゃったんで、だいぶ逆転しづらくて強いカードだなと思いました。はい、というわけで今回動画は以上です。今日使ったデッキのデッキレシピは URL が説明欄にありますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今日の対戦が面白かった方は高評価とチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバーイ。バイバーイ。